まあ、歌謡ショーということで、はい、まあ、昭和の日、今日、はい、昭和の日ですからね、はい、昭和の日にちなみまして、はい、なんかやろうかという話になった時にね、はい、もうどうせ昭和の日やから昭和歌謡のね、はい、曲を集めたイベントなんかやってみたいなということで、はい、今日イベントをね、企画しました、はい、ね、で、まあ、今日僕がねこういうボーカリストの方どんな方がいいかなと思っていろんな方に声かけたんですが、はい、まあもう平成も27年経ってるのに、はい、未だに昭和を引きずった方ばかりですでも意外にしてくださいよその、ね、平成ですよもうね平成なんですけどね、そういう昭和を引きずった方たちとともに、はい、いろんな曲をね演奏していきたいと思います。さあそれでは、まあ、紹介する機会もないと思いますんで、はい、バックのメンバーって言ったらね失礼ですけども、まあ、まあ皆さん五目飯やと思ってくださいあの白と名人家の五目飯やと思ってください。はい、それでは、ドラムムッシュ米ムシでございます。イエイ。はい、もうとにかくここ一発の時にはジャケット着る男でございますね、はい、もう何回言うたらジャケットですそしてギターですね、蛍光色のねギターを持っておりますが、ポン鶴田です。ポン、はい、ね、そしてベースでございます。実際に、素人名人会の現場におられたこともあるというね本格的な五目飯でございます、和也さんです。よろしくお願いします、はい、そしてこう言ってでございます。バンドのね、はい、いろいろとリーダーでございます。彼女がいなかったら全然今ねできないと思います。新井美奈、はい、ドラゴンというのもね入れていただきました。誰かに見られたら
口を開かないで甘い言葉聞かせないで一人で会える道がとても辛いわ。目覚め目覚め目
私から誘うかもしれない。綺麗な夕日に涙が滲む。今までの僕の仕事だったけど
せに確かめて今日から君は初めて気づいた
まるこの風。眠らないほどに思い惑う日々、熱い言葉で支えてくれたのはあなたでした。時として一人くじけそうになる心に夢を与えてくれたのもあなたでした。 Last song for you、すごいな。